昨日の女どうした？午前0時のチャイムと同時に別れた。いい女だったじゃないか。だって仕事変えてくれって言うんだもん。サラリーマンの方が安定してるからいいって。俺今の仕事辞める気ないし。男変えたがるもんだ女は。今さら変えられるかよ。無理だろうな。こんな面白い仕事辞められねえよな。なんて嘘だぜ。いつもふざけたことは一切ごめんだ。意気がってみせるのも面倒な話さ。気まぐれなふりをしておとけているだけ。だけじゃなくて、やっぱ中身ができてこその家具にしても外見が綺麗になっていくと。